渡るに掃除機のかけ方を教えようと思っています。彼は自閉症ですので視覚支援が必要です。まず掃除機の最初の地点にはこのようにスタートという文字が入ります。このテープは、ペインターズテープというテープで、このように掃除機の吸い口を動かすのだよということを分かるように矢印を貼ってあります。ペインターズテープは、紙でできていまして、すぐに剥がせます。簡単に剥がせます。ですのでとてもやりやすいと思います。で、この線を貼るときに重要なことは、この掃除機の吸い口、ここですね。この幅とペインターズテープの幅がほぼ同じであることが大事だと思われます。このようにして矢印の方向に掃除機の吸い口を動かすということを分からせましたら、最後はここです。ここで最後はエンドという文字を入れてあげます。では、渡るがうまくできるかどうかやってみましょう。